ロハ TV.com。 こんにちは、菅和恵です。こんにちは、荒川れんこです。さて、れんこちゃん、今日2人でやるのね。はい、久しぶりですね。元気だった？どうにか、はい、なんとか、はい。さあ、ということでですね、皆さん、もうこのお天気、そしてこのロケーションでもうね、ピンとくる方多いと思うんですけれども、今日はですね、なんとこのスターオブホノルルに乗っちゃいます。すごい有名なお船ですけど、私実は初めてなんです。あ、本当に？はい、もうオアフに来て1年も経つのになんと初めてで、あ、でもじゃあ新鮮でいいじゃないですか。そうですね、どんな感じ、ね、でもこの、うん、このお船ってあのディナークルーズのイメージがあったんですけど、ディナークルーズだけじゃないんですね。そうなんです、ディナークルーズももちろんやってるんですけれども、うん、まあ、この時期はですね、うん、なんとハワイクジラが見れるということでですね、うん、4月の15日まではホエールウォッチングツアーを行うんですよ。 いいですね。でもここから沖に出るってそんなに遠くまで行きませんよね。そうですね。でも、うん、ホエールウォッチングできちゃうんですか？そう、ちゃんとですね、キャプテンがしっかりと、うん、あのクジラのいる位置を確認してですね、うん、あっちにいるこっちにいるって言って結構船がねぐるぐる動くんですよ、うん、だからね、かなり見られる確率が高いということでも有名なんですけれども、それに加えてですね、このロケーション、あの後ろにアロハタワーもありますから、ね、わかると思うんですけども、アロハタワーから出航するんですよね、うん、ですからワイキからとかアラモアナからとかもアクセスも良くて、すごく便利ですよね。とても気軽にね、ご利用ができるので、うん、ぜひぜひ今日はれんこちゃんも初めて行くということなんで、ねえ、ね、前回ほら去年ですね、もう、うん、前回はあれは西の方、そう、ね、あっちの方まで行ったけど、あれはあれで景色見ながらで楽しかったですけど、そう、あれはイルカだったし ね、そう、今度はクジラで、そう、多分イルカもね、ラッキーだったら見れると思うんですけど。あ、本当ですか？イルカとクジラのダブル、うわ、そしたらすごいラッキーね。すごいラッキーですね。うん、ということで、ね、もうなんつうね、やっぱクジラ、ホエールウォッチングといっても自然のものだから必ず見られる保証はないんですけど、見られる確率がかなり高いということなので、今日は、私たちの幸運を信じて、はい、そうですね、はい、行ってきたいと思います。思いますということで、ぜひ皆さんご一緒しましょう。行ってきます。行ってきます。スターオブホノルル、もうね、乗船準備ができたということで、大きいですね。なんかいい写真撮れたって褒められたりするとこっから遠くないですね。さすがね、お口がお上手で。どうぞ。はい、自由席でいいのかな。どこでもいいんですね。でもどうせだったら窓際を撮るから窓際がいっぱいなんですよ。Thank you.
ロミサーモン美味しいよね。トマトとサーモン、サーモンね、こうあえてあるんですけど、ね、結構失敗ちょっと乗ってね。だからあのパンとかと、ね、一緒に食べるとすごく美味しい、ね、好きですよ、はい、これ乗り切りますかね。意外とコーナーにかかってあるということに気づいて、あまた新しい皿をね、これがない、シトラス味噌グレイズ味噌グレーズ焼きだって、ね、まさかハワイで味噌焼きをいただけるとは。紫芋ね、これがハワイっぽい。これお皿の縁いっぱい使って乗せないとダメですね。だから真ん中に乗せていくとだんだん乗らなくなる。お招きの中すいてるということで、ね、ビュッフェですから食べられる分たっていいんですよ、はい、K さんね、こんな細いのにね食べるんですよ。すごい、あ、すごい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 、